おはようございます。白菜です。本日のお話はトラウマ級の傷と向き合うために知っておくべきことというお話ですね。トラウマ級の傷にどうやって対処するかっていうのお話なんですけど、まあ最初に言っとくと、本当にもうなんか記憶がね、完全になんかこうなんかブラックアウトじゃないけどしてしまうぐらいまずいものとか、思い出したらフラッシュバックして、体がちょっとおかしくなってしまうみたいな状態が続くのであれば、それはちゃんと病院に、行ってですね、とりあえずある程度収まるまでは、まあ、薬を処方してもらうとか、なんかそのちゃんとね、専門医みたいな人に、見てもらうとかっていう風にした方がいいので、まあ、そこはね、踏まえて一応話を聞いてください。はい。で、今回のお話はですね、ニューヨークの人気セラピストが教える自分で心を手当てする方法というのを参考にお話をさせていただきます。はい。まあ、普段のね、落ち込みとか反芻思考に対処するのであれば、前にも言った通り紙に書き出すとか、もう不安そのものと向き合ってしまうとかね、マインドフルネスとか、まあ、そういうのに対処できますが、マインドフルネスは特に強力じゃないかなと思いますけど、本当トラウマ級のものになると、そういうのは効果ないわけじゃないと思いますけど、何もまあ傷が大きくて深いから対処が難しいわけですよね。例えば子供の頃の虐待を受けていたとか、あとはその虐待がさらに、ひどいもので女性の方とかだと、なんかそういうね、ちょっともう言葉にできないみたいな、虐待を受けてしまったりとか、はい、あとはなんかその、犯罪に巻き込まれてしまったとか、そういう場合ですね。あとはまあすごい事故とか、例えばまあもうあと1ヶ月ないかでぐらいですけど、8月12日にね、何年前だから30何年前かなに起こった日航機みたいな、の事故とかね、あれで生き残った方が4名いらっしゃいましたけど、ああいう飛行機事故とかだって、すごいトラウマに、まあ、なりますよね。その災害とかもそうだと思いますし、そういうのは、まあ、普通にネガティブになった時とか、落ち込んだ時とか、傷ついてしまった時に対処する方法だけでちょっと足りない部分もあったりすると。そうなると、まあ、セラピストだったり、カウンセラーだったり、精神科医だったりっていう人たちが、の協力が必要になったりする場合が、まあ、当然あるわけですけれども、トラウマをですね、癒すためには、以前はですね、事細かに、セラピストとかカウンセラーみたいな人、まあ、あと、お医者さんとかに、話をすると、まあ、こういうことがあって、こういうことがあって、こういうことがあったんだっていうね、これなんかデブリーフィングっていうふうに言うんですけど、そういうふうにすると、PTSD、心的外傷ストレス障害ですね。まあ、心的外傷ストレス障害ってご存知かもしれないですけど、一応言っとくと、そういうまあトラウマ級の出来事があったことによって、ものすごくショックですよね。なんで、それが時間経っても、その出来事に対してものすごいこう恐怖を感じてしまったりとか、それを思い出して不安がずっと続いてしまったり、なんか頭が痛くなってきたりとか、めまいがしてしまったりとか、眠れないとかね、食欲も出ないとか、なんかそういうような、状態が長い時間続いてしまうというものですね。まあ、時間が経てばある程度和らいでは来るみたいですけど、ただ、ふとした時に思い出してっていうこともまああるので、まあ大変な、ものですね。で、まあ、それに、デブリーフィングをすると、それになってしまうリスクを減らせるっていうふうに考えられてき、たんですけれども、でも、割と最近の研究ではそうじゃないっていうね、まあ、それが効果ないわけではないけど、必ずしもそうじゃないんだっていうことが、まあ、分かってきたと。まあ、その、不安とか恐怖とかね、そういうものに向き合って立ち向かっていくっていうのは、確かにですね、その持ってる不安とか恐怖っていうものを、まあ、等身大で捉えて、乗り越えてね、自分を強くすることにもつながるので、それ自体は確かに効果あるんですけど、ことトラウマに関してはちょっと、そう簡単ではないと。まあ、通常そういうトラウマ級の出来事があった場合は、カウンセラーとかセラピストに、まあ、すぐね、相談するなり、まあ、紹介されるなりして、すごく、まあ、話すことが多いと思うんですけど、犯罪に巻き込まれたりとか事故にあったりとかっていう、ものだと、その直後にですね、
事細かにその、 話を思い出してしまうと問題が起きてしまうと。人間の記憶ってパソコンのデータとかと違ってですね、思い出す時にいろいろくっついてくるんですよ。なんかいろんな感情とか、あとその、その時の実際の出来事以外にも後から、入ってきた全然関係ない情報が付着してしまったりとかね、とかして、まあ、形が変わってしまうと。だから同じ記憶でも思い出すたびにちょっと違ってたりとかするわけです。でも違ってるっていうのは自分では分かんないんですよ、それはね。はい、だ前にラジオでね、まあ犯罪心理学というか、まあそういう事件の話を一晩をしているときに、目撃証言ってあんま当てにならないんですっていうようなことを、まあ言ったことあると思うんですけど、それもそうだし、あともっと言うとですね、そんな体験してないのに思い出してしまうっていうことがあったりするんですよ、記憶って。まあ、これ、フォールスメモリーというやつでですね、昔アメリカの問題になって、あ、イギリスか。イギリスの問題になって、ある人がね、虐待を受けましたと。まあ、性的虐待を受けたと。で、それで起訴して調べてたら、事実じゃなかったっていうね。要はその、セラピーとかをしているときに、質問の仕方でこういうことあったんじゃないですか、こういうことありましたよねとか、例えば質問、意図的にそういう質問をしていったとすると、それをですね、そういえばそんなことあったかもしれないって言って、なんかそれがさも事実かのように、ですね、記憶を作ってしまうっていうのがあって、でそうすると、ありもしないことだけど、例えばもう被害者が、の立場の人がね、もうこういうことされてこういうひどい目にあったんです、許せませんみたいなことを涙の中に訴えたら、それでなんかちょっと、なんかここまで言ってここまで鮮明に覚えてるんだから、それ事実なんじゃないのって、なんか聞いてる方も思っちゃったりするじゃないですか。でも、必ずしもそうではないってことですね。だから記憶っていうのは作れてしまったりも、まあする、作り変えられてしまったりもするというぐらい、まあ結構曖昧なものなんですよね。で、まあでも鮮明なのは、そこに付着している、まあ、感情だったりするわけですけれども、まあ、ちょっと話しとれたかな。で、とにかく、そういうトラウマ級の出来事の後に、すぐに思い出そうとしてしまうと、さらにその記憶に対して、他の感情、悲しいとか、怖いとかっていう、そういう感情が一緒にくっついてしまって、さらに傷を深めてしまうということにもなると。なんで、必ずしもその話をね、細かに聞く、デブリーフィングが、正しいかっていうと、実はそうではなかったというところなんですね。じゃあどうするかっていうと、まあ、簡単というか、反対のことですね。語らないってことです。話さない。これ、人によるので、話したいと思えば話していいし、話したくないんだったら、無理に話さないっていうことです。どっちが合うかっていうのは、人それぞれなので、話さないことが、話さないで静かに過ごすことがそれが癒しになるという人も、まあ、いるわけですよ。はい。で、大事なのは、自分がどうしたいか、ですね。話したいときは話して、話したくないなら話さないと。で、例えば、今話したくなくても、話したくなったら話せばいいし、この人なら話してもいいなって思う人に出会ったら、その人に話をすればいいしね。で、ちなみに、それを、なんか気持ちとかそういうものを、吐き出すか吐き出さないかっていうところで、911ありますね、アメリカの。同時多発テロね。あの時に、2000人を対象にした、まあ、調査が行われてまして、オンラインの調査がね。で、研究者が、調査員のウェブサイトにですね、その参加している人たちに、自分の気持ちや考えを書いてくださいって指示したんですよ。そしたら、4分の3の人が書くことを選んで、残りは書かないことを選んだと。で、その後2年間、追跡調査をしたところ、テロの現場から物理的に近い距離に、いた人については、書かないことを選んだ人の方が、PTSD の症状が少ないことが分かったと。で、それに加えて書いた量が多い人ほど、その2年経った時にね、心の状態が、ちょっとなんか悪くなってしまっていたという、まあ結果が出た。ということで、そういうのがありまして、だから、必ずしもその、まあ、本当はね、向き合って、乗り越えられれば一番いいのかもしれないですけど、でも、無理に怖くて向き合うんだよって、それを
やっちゃうと、悪化してしまうことがあるので、無理な時はもう無理をしないと。やっぱり、その、癒すのに一番、役立つというか、確実なのは時間だったりしますから。やっぱ時間をこう置くっていうのがね、時間が少しずつ傷を癒していってくれるので、そうすると、その時は、向き合えなかったことでも、だいぶね、傷を見られるようになってくるということもあるので、で、その場合は、そうなった時にトラウマと初めて向き合えばいいんですよ。で、それも一気にやろうとすると、大丈夫大丈夫って言ってやったら、予想以上にね、なんかいろんなことを思い出してしまって、もうパニック状態になってしまうということにもなりかねないので、それでもやっぱり少しずつね、やると。今日はここまで、次はここまでみたいなね。で、あとは、その時はこう一人で必ずしも乗り切ろうとするんじゃなくて、信頼できる人とか、またその時こそセラピストとか、カウンセラーのね、力を借りてみると、いうのがいいんじゃないかなと思います。はい。あとは、最後に一つ、お伝えしておきたいのは、どんなトラウマもですね、時間がかかっても対処はできると思います。その傷自体は確かに、消えないと思いますけど、でも、そこに対する向き合い方とか、解釈の仕方とかっていうのは、後々ね、まあ、変えることができるし、次って多少するかもしれないけど、もうパニックになるようなことはなくなるんじゃないかなと思います。で、トラウマを抱えてしまった人がですね、まあ、ありがちかなと思うのは、それで自分の人生を諦めてしまう。なんかこう自分はもうこういうことがあったからもうダメだみたいな。で、自分が悪くないのに自分自身を責めてしまうっていうね、こととかっていうちょっとまあ、混乱してしまってというか、そういう風になってしまったりすることがあるみたいなので、そうなってしまったとしても、トラウマで自分の人生を諦めちゃダメです。そんなことで。で、トラウマを植え付けたような、まあ、例えばその、本当にね、誰も悪くない、ね、事故とか、あとはその、災害とかね、だったら、なんだろうな、その相手を責めるわけにもいかない部分はあると思うんですけど、でも、誰かに傷つけられたとか、対人間の場合は、そんなトラウマを植え付けたような、やつのためにですね、人生を諦める必要なんか全くないですから、本当に。まあ、別にそのトラウマを植え付けたそいつらに対してやり返すっていうのも、やり返したい気持ちはあっても、でもやってしまったらね、それも、逆に犯罪になってしまって、それで後悔することもあるでしょうから、そこは、ま、ちょっと別のね、方向に、その思い向けていくと。だけども、決して、自分の人生をそれによって諦めるとか、ですね、言うことは、しちゃダメです。そんなことしたら、もったいないし、自分自身に対してね、なんか思いやりがないような感じにもなってしまうので、その自暴自棄になってしまうようなことはもちろんあると思いますけど、でも、自分の人生をそれで、自分で諦めてしまうというのは、なしにしましょう。はい。幸せになりましょう、ちゃんと。ね。はい。ということで、本日のお話は、トラウマ級の傷と向き合うために知っておくべきことというお話でした。では、今日も素敵な一日を。